ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。珍しい名字ねえ。どうしたんだ、霊夢。戦国時代の小説読んでいるんだけど、読み方が難しい名字がよく出てくるのよね。まあ、日本人の名字は、昔から読み方が難しいものや、珍しいものが多いよな。どれだ？これよ。ああ、蜂須賀、だな。蜂須賀家は、徳島藩士として、大名となった家だぜ。そうなの？その礎を築いたのが蜂須賀家政という人物だぜ。少年の頃から父と共に橋場秀吉に仕え、やがて豊臣政権の一翼を担う存在だったんだ。豊臣政権での実力者というと、徳川家康が天下を取った後は立場を失いそうだけど、蜂須賀家は徳島藩士として大名になったのね。ああ、関ヶ原の戦いにおいて多くの大名たちが究極の選択を迫られた。霊夢が言ったように、選択によっては立場や命を失い人生を左右する局面だったわけだ。家政はそんな中、思いもよらぬ方法で生き残りを図ったんだぜ。その生き様から、泡の古田抜きとも呼ばれている。気になるわ。古田抜きってことは、ずる賢いってことかしら？詳しく教えてほしいわ。では、蜂須賀家政が、どのように乱世を生き抜き、蜂須賀家を守り抜いたのかを、今日は話していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。家政はお父さんと一緒に秀吉に仕えていたのよね。そうだ、家政の父は蜂須賀正勝という人物だ。通称だと蜂須賀小六という呼び方が有名だな。拠点は現在の愛知県尼市にあった蜂須賀城で斎藤道三に仕えていた。最初から秀吉に仕えていたわけではないのね。それは江戸時代に書かれた軍記物の中で野党の頭目だったという説もある。盗賊だったの？いや、現在はこの説は否定されていて、美濃と尾張の国境にいた黒人土豪衆の一人だったようだ。だが、織田信秀との戦いに敗れて、蜂須賀の地を追われてしまったんだ。織田信秀って、信長のお父さんだったかしら？そうだぜ。信秀に敗れた正勝は、致し方なく母のいた宮後に身を寄せたんだ。そして、宮後八幡社の宮司の娘、松を妻に迎えたんだ。その4年後、1558年に二人の嫡男として生まれたのが家政だった。神社の宮司さんの娘さんとの子供だったのね。正勝が、木下藤吉郎こと、後の橋場秀吉と、主従の契りを結んだのは1565年だ。家政はその頃、7歳くらいね。これ以降、正勝は秀吉に従って、ほとんどの合戦に加わっているんだ。一説には、秀吉が信長に仕える前に、正勝に雇われていた時期があったとも言われている。立場は逆かもしれないけど、一緒に戦っていたということね。そうだな、秀吉はその縁を通じて、信長との橋渡しを務めたとも言われているぜ。かつて、織田に敗れて、蜂須賀城を追われていたものね。そういう複雑な人間関係の橋渡しを、秀吉がしていたかもしれないのね。さて、家政は幼少の頃、マンダラ寺本誓院で学んでいた。お寺で勉強なんて、賢くなれそうだわ。乱世を生きるための知恵も、ここでの様々な教えが礎になっているのかもな。また、領民を慈しむべき、という考え方は、後の徳島における政治にも生かされることになるぜ。それに、家政は教えを受けた恩を忘れず、聖堂は1632年に彼の寄進によって再興されたものなんだ。子供の時に教えを受けた恩を返すなんて、よほど感謝していたのね。そして家政は、13歳で元服し、1570年の姉川の戦いで、父に従って戦陣に加わり、初陣を迎えた。元服って、成人ってことよね。13歳で成人して、初めて戦いに行くって、現在で考えると、すごいことね。初陣ながら、その活躍を認められた家政は、秀吉から感情を与えられたと言われているぜ。初めての戦いで、活躍ができたなんてすごいわ。この合戦の後に横山城を手に入れた信長は、秀吉を城主に任命し、蜂須賀正勝は城代となったんだ。城代って何？城主の留守中に、代わりに城を管理する役目だぜ。大事な役割ね。家政も父と共に横山城にいたんだろうな。さて、1572年、秀吉の不在を狙い、浅井勢が横山城へ攻めかかってきたんだ。城主の不在に攻められるなんて、ピンチじゃない。この時、家政は奮戦し、大活躍したんだぜ。堅牢な城を盾に、鉄砲隊を巧みに指揮し、見事に敵を撃退したんだ。家政は戦が得意だったのね。1573年に越前の朝倉義景、続いて北近江の浅井長政が、滅ぼされた際も、父の正勝と共に功を挙げているぜ。さらに、1575年の長篠の戦いでは、秀吉のもと、大きな手柄を立てたんだ。すごいわ、本当に大活躍ね。長篠合戦図屏風には秀吉と共に、家政の勇姿も書かれているぜ。それだけ、活躍したなら、ご褒美をもらえたんじゃない？
ああ、石山本願寺との戦いでは、家政の勇敢ぶりを信長が評価して150石が与えられている。家政は、この頃から秀吉のそば近くで付き従うようになっていた。秀吉による中国地方遠征が始まると、もちろん家政は父と共に先陣に加わったぜ。蜂須賀親子はいつも秀吉と共に戦っているわね。戦いはまだまだ続くぜ。1580年2月、長く続いた三木城包囲戦が終わると、次の相手は西播磨に勢力を持っていた宇野氏だった。しかし宇野正頼は堅固な手水城にこもっており、力攻めでは落とせそうになかったんだぜ。守りの堅い城相手だと苦戦しそうね。力攻めじゃ難しいなら何か策を使ったのかしら。秀吉は主力を瀬戸内海に面した阿賀城攻めに向け、上水城攻めは蜂須賀親子に任せられた。主力が抜けて蜂須賀親子の上水城攻めはどうなったの？上水城の兵が一枚岩ではなかったことを正勝は察知していた。敵の団結力があまり強くなかったのね。そこを正勝は狙ったんだ。城型の敵を内通させて門を開けさせ、一挙に攻め込んだんだぜ。敵を裏切らせたのね。家政も城内へなだれ込んで多くの敵を撃ち取った。この時、城主こそ逃がしてしまったものの、蜂須賀親子は上水城をこうして陥落させたんだ。そして、西播磨は秀吉の手に落ちた。蜂須賀親子も活躍したから、さらに評価が上がったんじゃない？この戦いで先行を称された正勝は、辰野城5万3千石の大名となったぜ。そして、正勝の娘と、軍師として名高い、黒田官兵衛の嫡男、庄寿丸の婚約が成立した。順風満帆ね。家政はこの活躍によって月毛の名馬を与えられ、秀吉直属の木幌衆に抜擢されたんだぜ。木幌衆って何？木幌衆は、大将の周囲を守る馬周りの中から、秀吉に選抜された精鋭中の精鋭だぜ。そんな精鋭に選ばれるなんて、すごいわね。さて、秀吉の中国攻めは続くぜ。1581年の鳥取城攻めでは、家政は湊川沿いの平野部に陣を敷いて厳重に城を監視した。そして鳥取城が陥落すると、いよいよ備中へと転戦するぜ。本当に戦いが続くわね。備中って言うと、現在の岡山県の方ね。1582年4月、高松城にこもった清水宗春は徹底抗戦の構えを崩さなかった。なんだか苦戦しそうな予感がするわ。家政は降伏勧告の使者として派遣されたが、宗春は首を縦に振らなかった。戦うしかないのね。ああ、橋場軍は城を攻めることとなり、高松城への水攻めが開始されるんだ。水攻め？城の周囲に堤防を築き、川の流れを変えて決壊させ、城を水没させるという作戦だ。堤防を作るなんて大規模な作戦だわ。しかし高松城を包囲して2ヶ月経った頃、信長死すとの情報が秀吉の陣へもたらされた。有名な本能寺の変が起こったのね。機内へ転進する必要に迫られた橋場軍は、毛利方と素早く和睦交渉をまとめて引き返すことになる。信長の敵討ちをするためね。この素早い和睦交渉で、蜂須賀正勝は黒田官兵衛と大きな役割を果たしたそうだぜ。続く明智光秀との決戦となった山崎の戦いでは、家政の奮戦もあって大勝利となった。翌年の賤ヶ岳の合戦においても、家政は大きな活躍を見せている。本当にずっと活躍し続けているわね。そうだな、一連の戦功を称されて、家政は播磨の国佐与に3000石を与えられたぜ。ちなみに山崎の戦い直後に、姫という女性を正室として迎えている。あ、まだ結婚していなかったのね。4年後には、二人の間に嫡男、義重が誕生しているぜ。その後も、家政は秀吉の天下統一事業に従って、各地を転戦していた。やがて、父、正勝から蜂須賀家の家督を譲られたぜ。そうなのね。また父、正勝の大きな功績も高く評価されていたから、四国征伐後には蜂須賀家に阿波の国が与えられたんだ。国を与えられるなんてすごいわね。当初、阿波の国は正勝に対して与えられたものだったが、正勝は秀吉側近として生きる道を選び、これを固辞した。もったいないわ。その代わりに、家督を継いでいた家政が阿波の国18万石を拝領することになったんだ。一国一城の主なんて、大失せね。1586年、家政は山深い一宮城に移った。山深い城って、なんだか不便そうね。ああ、手狭で交通の便も悪く、海から遠かったんだ。だから海や川に近い平野部に、新しい城を作ることにしたんだぜ。不便なら、便利なところに城を作ってしまおうということね。商業を発展させて、領民を豊かにするにも、やはり城下町が必要だからな。山深い城だと、それはちょっと難しいわよね。そうして、家政は海に近く、吉野川の河口部に城を築かせたんだ。2年後、堂々たる徳島城が完成した。立派な城が完成して、嬉しかったでしょうね。ああ、徳島城が竣工した際、家政はその祝いとして、領民が好きなように踊ることを許したそうだぜ。民衆が踊る姿を見て、家政も大層喜んでいたそうだ。もしかして、阿波踊りって、それが起源なのかしら？
その祝いの際の踊りが姿を変え、現在の阿波踊りへと伝承されていったという説もあるぜ。さて、1586年5月、秀吉の宿老として重きを成してきた正勝が亡くなった。長年、家政と共に戦ってきた正勝が亡くなったのね。これを機に家政も豊臣譜代大名として、政権の屋台骨を支えることになるんだ。しかし秀吉による天下統一が進んでいく中、徐々に武断派と文治派との圧力も大きくなっていった。武断派と文治派？弓矢の方向こそが武家の本外だとする、秀吉子外の豊臣大名たちが武断派。平坦や行政、実務を司る石田三成、夏塚正家ら官僚が文治派だな。ああ、パワー系とインテリは仲悪くなりやすそうだものね。ちなみに家政は武断派だな。そんな、武断派と文治派の圧力が決定的となったのが朝鮮の役だ。秀吉が朝鮮に遠征軍を出した戦いね。当初は順調に進軍し、破竹の勢いだったが、次第に戦況が泥沼化し、兵站の不安も出てきた。そうなのね。そんな状況で、1597年の慶長の役で、家政はウル山城の援軍で、1万3000の兵を率いて参戦した。見事に民、朝鮮連合軍を撃破し、浅野雪ながらを救い出したんだ。家政はここでも活躍したのね。ところが軍目付だった石田三成の妹婿、福原長高からは、家政は進んで合戦をしなかった、と秀吉に報告した。嘘の報告をされてしまったということ？秀吉の不興を買った家政は、日本へ呼び戻された。弁明を試みたが、三成は軍目付の報告を擁護し、家政の言葉には耳を貸さなかったんだぜ。相当仲が悪かったのね。ついに家政は領国への蟄居を命じられてしまった。家政は三成のこと、恨んだでしょうね。そして秀吉が亡くなってようやく朝鮮の役が終わった。さすがの三成も自らの態度が敵を増やしているという自覚があったのかもしれないな。どうしたのかしら？家政と仲直りを図るべく、屋敷を訪ねたそうだ。まあ、味方は多い方がいいものね。家政は三成を許したのかしら？三成は、私も家政殿の武勇にあやかりたいものだ。ぜひ名刀を譲っていただけまいか。と言ったそうだ。家政は歴戦の武将だものね。ところが家政は顔色一つ変えず、そなたにはふさわしくなかろう。と返した。あら、完全に面目を潰された三成は、顔を真っ赤にして屋敷を後にしたそうだぜ。仲直りは失敗ね。三成への恨みが相当深かったんだろうな。1599年に前田利家が亡くなった後、家政は加藤清正や福島正則らと三成を襲撃しているぜ。三成との仲は悪化するばかりね。ここから、家政は徐々に徳川家康へ接近していくんだ。やがて徳川家康と上杉景勝の関係が決裂し、大軍を率いた家康は会津遠征に出発した。家政は嫡男、義重に100人ばかりの兵をつけて送り出した。息子を家康の遠征に同行させたのね。一方この機に乗じて、三成は挙兵、毛利輝元を総大将に仕立て、反徳川の陣営に多くの大名を味方につけようとしていたんだ。家政は息子を家康に同行させていたけど、どうするのかしら？大阪城に残っていた家政にも参戦の誘いが来たんだがな。その書状を受けて、家政は逆に、輝元に対して挙兵に加わった行為をいさめる書状を送ったそうだ。そんなことをして大丈夫なの？味方にならないのであれば、即刻所領を返上するべき。そう輝元から命ぜられた家政は、剃髪して高野山へ登ったそうだ。家政はそんなにあっさりと、失脚してしまったの？西軍の味方にはならない、そういう意思を示したってこと？いや、家政には老獪な考えがあったんだぜ。私は高野山へ登りますが、我が家臣団は西軍の手駒としてお使いください。西軍にはこのように申し出る一方で、家臣にはこう言い含めたんだ。周りは西軍ばかりゆえて期待はできぬ。かといって三成に味方するつもりは毛頭ない。その方らは従軍するものの戦わぬでもいい。西軍の陣営に所属はしても、三成の味方はしなくてもいいなんて、そんなことできるの？こうした家政の意を受けた家臣団五千は、西軍主力に従って北陸へ赴いた。頻繁に休息したり仮病を使ったりして、進軍を何度も送らせたんだ。進軍しなければ、戦って、自軍の被害が出ることもないものね。家臣たちを西軍に従わせる者の戦うなと指示を出し、東軍には嫡男、義重が同行している。これなら東西どちらが勝っても、生き残ることができるよな。そんなずる賢い一面があったから、家政は古田抜きって呼ばれたのね。そして、北陸でほとんど戦うことなく関ヶ原の戦いは東軍の勝利に終わった。それを知った家政は、家臣たちを率いて義重の元へ加わりました。家康に同行していた、息子の元に行ったのね。家康は家政の行動を咎めることをせず、西軍への不参加を貫いたことを評価したんだぜ。そして所領も安堵された。自分の家臣も、所領も見事に守りきったのね。家政の老獪ぶりに、伊達政宗は彼のことを、阿波の古田抜き、と呼んでいたそうだ。
伊達政宗にそう呼ばれたのね。その後、大阪の陣では、義重の先行により、淡路の国を与えられているぜ。淡路の二国、25万7千石を得て、名実ともに大大名の仲間入りを果たしたんだ。西軍を裏切ったとまでは言わないけど、味方をしなかったことでそれを得たのね。だが自分を引き立ててくれた秀吉への恩義は、忘れていなかったようだぜ。形見として与えられた、包帯構造を祀る、豊国神社を淡に創建したそうだ。父親の正勝と、ずっと秀吉に従って、戦ってきたんだものね。その後、徳川家をはばかって、社殿を取り壊したものの、像は密かに祀り続けられたそうだぜ。表向きは徳川を大事にしつつ、秀吉の像も大切にするなんて、古田抜きの一面が出ているわ。そして1638年、家政は81歳の高齢でこの世を去った。昔にしては、とても長生きだったのね。家政は、ずっと戦っていたイメージだけど、政治についてはどうだったの？そうだな、父の八須賀五六こと正勝は、秀吉の宿老として広く知られていた。正勝と共に戦ってきた家政は、父ほど目立たなくとも、堅実な手腕で徳島藩の基礎を築いたんだぜ。戦乱で荒れ果てた阿波の復興に尽力したんだぜ。どういうことに力を入れたの？神殿開発をしたり、塩作り、藍作りなどの産業を起こすことで、藩の財政を豊かにしようとしたんだ。戦いだけが取り柄の人ではないということね。勇猛さや豪胆さをひけらかす武将が多い中、家政は強さと優しさを併せ持った殿様だったのかもな。さて、ここまで、八須賀家政の生き方について話してきたが、どうだった？父親の正勝と共に秀吉の下で戦ってきた歴戦の武将って感じだったわ。でも、西軍に所属しながら、自分を東軍の徳川と戦わせない。どちらが勝っても、自分たちが生き残る道を残す、賢くて、したたかな一面が印象的だったわ。長年、いくつもの戦場で戦ってきた経験もあっての、狡猾な一面だったのかもな。阿波の古田抜きって呼ばれた理由がよくわかったわ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。